はい、皆さんこんにちは。チャンネルダットのお時間でーす。大地でーす。慎太郎でーす。サクでーす。はい、今日はですね、取材を久々に取材しようと思ってこの2人に来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここはどこかと言いますと、埼玉県川越市にある、ミルキーウェブさんの紹介をしていきたいと思います。盛り上がって。いやこういう感じでミルキーウェブさん。こちらはですね、あれなんです。そう、うちのお客様で、だいぶもう付き合いも長く取引させていただいて、もう僕も何度も来てるんですけど、本当にね、美味しいんですよ。二人もね、うちでバイトしたから来たことあるかなと思ったんだけど、さっき聞いたらね、ちょっとあんま記憶になれたのかな。今日は、ね、今日は美味しい食べ物を、洋食屋さんですね。町の洋食屋さんって思っていただければいいと思うんで、で、これから、お店の中の方に取材をしていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。楽しみ。ではまた。はい、というわけで店内に入ってまいりました。はい、はい、でメニューね、こんな感じでランチメニューとかいろいろやってますんで、今ねやっぱコロナ禍なんで、そちらの方は調べていただいて、ご来店いただければなと思いますので、よろしくお願いします。どうですか、2人ともこれ見てくださいよ。いや、美味しそうです。素敵で、あとね、店内もすごく素敵で、おしゃれなジャズとかもかかってますね。そうですね、すごい。本当はお見せできないんですけど、ベースとかピアノとかも置いてあるので、多分風景ちょっと撮っといたら、見れるとはい、ですね。こういう感じで、ちょっとメニュー見るかわいい、うまい、うわ、どれも美味しそうね、ザ・洋食っていう感じのね、うん、いやーね、ほんと2日間何も飲まず食わずで来たからやりました。ほんとかこれ俺のほんとに今日はね、一応3品頼んで、はい、これから出てきます。はい、あー、ありがとうございます。富士ゲームさんといえば、とりあえずハンバーグ定食、うん、やっぱりオムライス、オムライス、オムライス、もうオムライスね、パスタ、パスタで一番出るというナポリタンとその王道の3つをご飯いただきたいと思いますので、全部好き、うん、ね、よろしくお願いします。はい、そしたらまずはハンバーグステーキセットの、サラダ、こっちのカメラを用意しております。カラフルですね。はい、こんな感じでサラダですね。じゃあちんちゃん、はい、健康のためにサラダ、はい、おお、召し上がってください。はい、いただきます。あ、すごい、何種目入ってるの、それは難しいな。1,2,3,4,5,6 6種目入ってますね、うん、すごい、もう1日で必要な野菜がほぼ取れるんじゃないでしょうか。いただきます。カピでございますよ。それはサクサクだろうね。うん、ねえ、サクサクはこちらです。おいしい。おいしい。よかった、おいしくて。すごいみずみずしい。うん、おいしいね。ね、じゃあ次待ちたいと思います。はい。はい、すみません。うん、はい。はい、それではですね、ナポリタンが、ナポリタンが届きました。どうですか、こちらでもアップして撮っておきましょう。美味しそうだね、これ、ま、大好きなんですよ。あー、香りがたまらん、ね、なんかね、テレビみたいな、ね、感じになってる。じゃあ、ちょっと取り分けてください、はい、取り分けてください。じゃあ、盛り付けが下手なもんで、はい、じゃあ取り分けてください。くるくるっと回すんですね。
ここで、そう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 です。はい、よくできました。まずは僕、何もかけずにノーマルでいきたい。はい。はい、じゃあノーマルで、チンさん。はい。いただきます。あーもう香りがたまんないです、これ一番人気だそうですね、はい、素晴らしい。いただきます。鼻から抜けていきますあーすごい、もうトマトも濃厚な、この濃厚なトマトを炒めたいい香りがすごい鼻を抜けていきます。僕もね、はい、食べてください、食べてください。食べちゃいます。いただきます、はい、ちなみにあのブラックホールに入るとものはスパゲッティ化するらしいです。へー、知らなかったとナポリタンの、しっかりしたナポリタンの味です。本当美味しいです。ちょうどいいは出ないんだ。あ、次が来ましたよ。はい、じゃあ皆さん、はい、次いただきましょう。はい、はい、すいません。お、来た。はい、オムライスです。はい、オムライスです。こういう感じです。どうですか？はい、うちの卵をね、使っていただいてるんです、オムライス。いい色、はい、すごい綺麗。これも、ちんちゃん空いてるから取り分けて食べてもらって。はい何で取り分けるの？綺麗。あとハンバーグも来ましたよ。あー、そうですね。はい、大丈夫です。はい、ハンバーグでーす。はい。あ、美味しそう。どうですか、さくちゃんハンバーグ、こうハンバーグですね。で、さくちゃんハンバーグこれちょっと先食べてもらいましょうか。はい。じゃあちんちゃんは、じゃあちんちゃんのまずオムライスから。はい、オムライスからいってみましょう。はい、じゃあオムライスいただきますね。はい、どうぞ。いただきます。これあれですね、卵がチュルンってするタイプの。チュルンですか？はい、あの滑らかなやつです。あ、はいはいはい、半熟なドロドロしたやつじゃなくて、滑らかな感じのね。そう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 、うん、だから、うん、俺、そっちの方が好き。俺もこっちの方が好きですね、うん、なんか下の上に乗っけた時のこのチュルンとした感じと、はい、このご飯が、あー、たまんないよかった。うん、気持ちいい。美味しい中で気持ちいいです。はい、美味しそうだね、顔がはい、じゃあさくちゃんのちょっと行ってみましょうか。ハンバーグ、こちらハンバーグ、ハンバーグ見てください、この湯気。あ、すげえ美味しそうでしょ。肉汁いっぱいな感じ。まあ本当に、ね、王道のデミグラスソース、ね、ちょっと、はい、私の取り分けて、はい、お、食べてください、食べてください。はい、ぜひぜひ。デミグラス好きなさくちゃん。いやもうデミグラスといえば僕ですから ね。そうだよね、ダットではね。はい、どうぞ。いただきます。言葉を失いますそうですよね、めっちゃ美味しいでしょ。見てください、この湯気とこの肉のしっかりした詰まり具合ね。え、美味しそう。もう映しててこうカメラ撮ってて、美味しすぎる、食べたいもん。いいな、こういう分厚いハンバーグ。いいよね。あ、ね、幸せそう、幸せそう、うね、はい、じゃあ、まずはここで召し上がっちゃいましょう。みんなでいただきたいと思います。はい、はい、じゃあいただきましょう。もうちょっとだね、ちんちゃん。はい、ちんちゃん、もうちょっとで食べ終わるね。はい、まだ食べれますよ美味しいから。じゃあ今日いっぱい撮影できるね美味しかった、はい、サラダかな、あとはね、サラダ、食堂のサラダあっという間ですよ、ほら、うん、あっという間、男3人。もうね、おっさんなんでそんなに食はね、細くなってきてるけど ね、でも美味しいとやっぱりあっという間に
でも、ホッとする洋食を久しぶりに食べたなっていう感じです、うんうん。どう、お二人初めてだったけど美味しかったでしょ、はい、もうね、川越じゃ有名なんだけど、あの、まあ、うちのチャンネルが取り上げるまでもないぐらい有名なんだけど、うん、まあなんかね、せっかくご縁なんで、うん、あの心よく社長も、はい、取ってくださいってことだったんで、今日はお邪魔させてもらって、はい、はい、まあね、こんだけ豪快にちんちゃんががっついてればみんな食べたくなったんじゃないですかね、見てる方どうですかね、本当ね、ぜひオーナー様の優しさを感じられるこの美味しい料理をぜひ堪能していただければと思います。フランスクリゾーリを受けて、はい、そのまま、新名町、新名町車庫の方にずっと、まっすぐ、行くとありますので、ぜひあの川越に、ね、お越しの際には、ダットでメルディエールさんやってたなと思って、ぜひあの足を運んでいただけるとね、はい、美味しい料理が食べれますので、はい、ぜひね、皆さん、お越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうでした？もう最後、改めて感想を今日、食べてみて。いや、本当に、美味しかったです。美味しかったですけど。まあ、素人だからね。うん、プロのやられてるお店にそんなに慣れているあれはないんですけど。でも単純にね、美味しかったでしょ。はい、優しさを感じられる料理で、本当に、いくらでも食べちゃう。はい。ね。ね。ちんちゃん。はい。あ、でも、これ個人的にまた来たいなと思いました。ああ、ね、うん、そうね、ごめんね、今まで連れてってなくて、俺連れてきてたんですよ、2人は。すいません。いやいやいや、ぜひ皆さんも、本当見ていただいた皆さんも、よかったら、カゴにお越しの際は、ミルティーエムさん、概要欄に載せておきますので、ぜひ、足を運んでいただけたら、嬉しいです。ではね、今日はこの辺で、はい、また、高評価と、チャンネル登録していただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。ありがとうございます。ごちそうさまでした。よろしかった。